二本松の戦いは、母親戦争時、徳川旧幕府軍に参加した二本松藩の巨城二本松城をめぐって行われた、明治新政府軍との一連の戦いの総称である。二本松城の落城に際し、動員された少年兵が犠牲となった。慶応4年うる4月19日、藍津藩救済の単元を拒み続けた。 明治新政府軍参謀のセラ修造が仙台藩らによって暗殺されると、翌20日に徳川旧幕府側の合津藩、住吉隊、新仙組らは白川城を占拠した。情勢の変化を受け、東北の諸藩25藩は白石会議に参加し、23日には仙台藩と米沢藩を名手とする奥越列藩同盟を結成、東北戦争が開始される。 岩城国足達軍の地に十万七百国を領する日本松藩も周囲の小藩と共に列藩同盟側に参戦した。日本松藩は十万七百国を領し、両国の岩城足達軍は合津藩の稲わ城盆地へ通じる大海道の要衝に位置していた。周囲の小藩である森山藩、三春藩に比べて国高が高く藩主の庭師は 庭長秀に連なる名門のために、国資格待遇を受け、老中で、白川藩主、安倍正斗の追放以降、白川城の城郭を預かっている。母親戦争時の藩主は、庭彫刻だったが、長国は病に不死がちで、藩政を差配していたのは、過労の庭富国だった。藩主の気質としては、藍津藩同様に漢学が盛んで、中君愛国の教育が家診断に深く根付いていた。 しかし、そのために、軍政、兵装、戦術の8日の動きは鈍く、結果として、旧体以前の軍備で、母親戦争に参加することになる。藩の兵力は1000から2000足らずとされ、母親戦争時は、農民兵、老人兵、少年兵を動員して、かろうじて2000を維持していた。日本松藩が管理していた、白川城は4月9日の段階で、 新政府軍参謀のセラ修造の命令で、新政府軍へ管理が移る。日本松藩兵は一部を残して退去し、合図討伐のための仙台藩、田倉藩、三春藩らの兵が入っていた。だが、19日にセラが仙台藩に処刑されると、20日未明に日本松藩を除く各藩の兵士は、白川城を退去し、代わって合図藩兵が白川城に入った。 23日には、過労には不国の主導のもと、列藩同盟に参加する。白川城には、藍津藩、仙台藩、田名倉藩の2300名の軍勢が入ることになり、日本松藩兵は治療へと軍を引き上げた。しかし、大軍にもかかわらず5月1日、新政府軍の攻撃により白川城が再び、新政府側に戻った。藍津藩は奪還のため、 日本松藩に増援を要請。日本松藩はこれに応え、八小隊と包隊からなる主力を白川口に送った。しかし、合図、仙台兵を中心とする相次ぐ攻勢にもかかわらず、白川城への攻撃は失敗に終わり、日本松藩兵もしばらくの間、白川周辺に国付きになる。この時、日本松藩と白川城の間を森山藩、 その北に、三春藩といった同盟に参加した諸藩が隔てていたため、日本末藩を守る戦力は、老人隊、少年隊、農民兵を含んだ予備兵のみだった。新政府軍の行動の概略図5月1日、白川城を奪還した新政府軍は増援待ちの状態だった。旧幕府軍は、白川城の再奪取のために、たびたび攻撃を仕掛けてきたが、 いずれも新政府軍が勝利して、合図反兵らを改装させていた。しかし、兵力の不足から追撃を行うことはできず、戦略的にも北上できる兵力はなかった。状況が変わったのは5月27日、土佐藩からの増援がようやく到着し、続いて6月7日に、薩摩藩22日に、長州藩23日には、東西大総督参謀を、 欧州追悼次郎川口総督の和紙を高積むと、阿波藩が到着し、ようやく積極的な軍事行動に移る兵力が揃う。新政府軍の北上にあたり、一番の気がかりは東に、ある、列藩同盟側の棚倉藩であり、これを放置すると後方で振動される可能性があった。そのため24日、板垣大輔が800名からなる別動隊を率いて、棚倉藩へ向けて出兵する。 田倉城は仙台藩と相馬中村藩が守備に当たっていたが、先立つ18日に平家へ新政府軍が上陸していたために対応すべく、田倉の旧幕府軍は平家へ向けて移動して手薄となっていた。そのため、田倉城は簡単に陥落する。白川と田倉を抑え、北上の体制の整った新政府軍は平方方面軍の岩木平藩の攻略を 翌月まで待ち続ける。これは、岩木平藩制圧後、参道を通って、三春藩を攻撃する平方方面軍と歩調を合わせるための戦略的な判断であり、7月13日に岩木の戦いで、岩木平城が落城して、三春藩を二方面から攻めることが可能となった。この時、旧幕府軍の主力は、棚ぐらへの救援には向かわなかった。 旧幕府軍は新政府軍の兵力が二分される、後期と見て、白川城へ攻勢をかけていたからである。しかし、守りに徹する新政府軍は、最新式の重機によって、K7 度の襲撃すべてを退け、14日に旧幕府軍は、白川城攻略を断念した。十六日、仙台藩の大隊長、塩森和悦は、白川城への攻撃が拉致が開かないと見て、 棚倉の奪還に方針を変更して棚倉方面へと兵を向ける。その途上、棚倉北東にある浅川で新政府側の陣地に遭遇する。ここには北上に備えて土佐藩兵、彦根藩兵が駐屯しており、仙台藩の構成により一軸橋に陥るも棚倉城からの増援を得て撃退した。この敗戦と平方に上陸した新政府軍の存在が、 きっかけとなり、仙台藩兵日本松藩兵は、白川城と棚倉城の攻略を断念して、氷山へと撤退を始める。なお、この戦闘中の出来事として、仙台母神市では、三春藩が裏切って後方から銃撃を浴びせたことを、敗因に挙げているが、新政府軍側の記録では、寝返りの記述はなく、 仙台半期にも三春藩が戦闘途中で離脱したことのみが記されているため、戦闘の最中に直接的な寝返りが行われたことについては不明となっている。しかし、三春藩は浅川の戦闘の数日後、板垣大輔に強順の使者を送っている。24日、新政府軍の板垣死体は棚倉城から北上を開始する。翌25日には、 土浦藩領のヨモギへ到達し、三ハ藩まで、あと1日の距離に迫った。この時、すでに、三ハ藩は板垣に、標準の使者を送っていたが、一方では、旧幕府軍には援軍を求めるなど、戦意公用を装って、仙台藩、日本松藩からの信用を得ていた。三ハ藩には増援及び、監視役として200名の仙台、会津藩兵が駐屯していたが、 24日には仙台藩が兵力を南西の氷山に引き上げたこともあって孤立した存在だった。また、駐屯する200の兵士も新政府軍の接近に伴って三春藩の求めるままほとんどが場外の陣地に入り残された数十名の兵士も新政府軍が接近すると北に引き上げて三春藩の離反を止める要因はなくなった。新政府軍が 三春藩に接近した26日、三春藩は藩主の秋田秋瀬自らが城外に出迎えて新政府軍に基準する。この基準は旧幕府軍にとってみれば直前まで信用させた上での手のひら返しであり、三春狐に騙されたと三春の変説をなじる歌が現在でも残るほどの過言を残した。一方では、もともと三春藩は勤労思想が強いため、 新政府よりの立場にあったが、周囲の力関係から仕方なく列藩同盟に加盟した事情がある。ミハルハ藩が用いた策略は悪辣ではあるが、外交のマキャベリズムとして妥当なものであるという見解も示されている。ミハルハ藩の基準の翌27日、ミハルハ藩に平方方面軍が到着し、板垣死体はその兵力を倍以上に増強する。同日、 三春藩から一日の距離にある森山藩も新政府軍に基準して、新政府軍は一気に戦線を北へと押し上げることに成功した。この時、二本松藩の主力は仙台藩と共に三春藩の南西にある小山にあり、新政府軍と二本松藩の間には予備隊のみが存在していた。三春の即日無血会場は仙台藩、二本松藩とも想定外のことであり、 旧幕府軍が集結する郡山以北に新政府軍が進出した状況となる。平方方面軍が合流して兵力を増強した板垣市隊は、この機に三春と日本松藩の中間地点、元宮村に向けて兵を進める。日本松藩では新政府軍の接近に伴って降伏についての軍議が開かれたが、過労には不告による。 死をとして、真偽を守るは、武士の本会の一言により抵抗の道を選んだ。三春藩の基準に先立つ20日、新政府軍は、日本末藩攻略に備えて、三春藩の北1 2トルにあるオバマを、長州藩兵三小隊で占拠していた。本隊は三春にあり、27日には、平方方面軍が到着して、合流を果たす。数を倍増させた、新政府軍は、 日本末領のぬかざわと本宮に、日本末藩の兵士が展開していることを知り、大垣藩、三春藩、土佐藩、黒羽藩らの諸隊をまず本宮に向かわせた。しかし、それらの諸藩とは別に、薩摩藩三隊と土佐藩二小隊が、各自の判断ですでに動いており、深夜に、ぬかざわに奇襲を観光して対象して、日本末藩兵26名を戦死させる。この薩摩藩の奇襲は、 本宮へ向かった新政府軍には前もって通達がなされておらず、報告も行われていない抜けがけに等しいものだった。この攻撃の原因を、板垣の慎重な指揮に対する反発と指摘する声も、あるが、薩摩藩の独断専行は、日本松藩、新政府軍の双方に影響を及ぼす。本宮にあった日本松藩兵はぬかざわを援護すべく、兵を分け、 本宮とぬか沢を隔てていた阿武隈川を船で渡って、向こう岸の高木に到着して、ぬか沢へと向かわせようとする。しかしその二本松藩四小隊の進軍途中、本宮に向かっていた新政府軍の黒羽藩と遭遇、すぐに皇族の新政府軍と抜けがけしていた薩摩藩と佐藩の部隊が殺到して、二本松藩兵は撃破された。 新政府軍はそのまま本宮の攻略に向かうが、高木と本宮の間は、阿武熊川が隔てており、都下のためには、船の確保が必要だった。新政府軍の先方となっていた黒羽藩兵と、土佐藩兵は、二本松藩の船を脱出すべく川に飛び込み、狙撃によって、三春藩の教順に、功績のあった土佐藩団勤隊の隊長、美生寛一郎が戦死するなどの被害を受けた。 これに対し、地理に明るい三春藩、森山藩の先導により、黒羽藩が船を確保するまで新政府軍は、大砲と重火を厚くして、援護を続ける。船を手に入れた新政府軍は、火力で制圧した後に、敵前で溶かし、本宮になだれ込んで、日本松藩兵を撃破して、これを占拠した。阿武熊川ぬかざは、 本宮が新政府軍の手に落ちたことによって、北の日本松城と南の氷山の中間点を抑えられ、氷山の旧幕府軍は孤立する形となった。森山、三春、白川といった氷山を囲む要所にも続々と新政府軍の増援が到着して、旧幕府軍の動きが封じ込まれると、旧幕府軍の一部は黒羽半量に放火といったゲリラ戦を仕掛けたが、 新政府軍も、マナコ、ムシカサといった村落に放火してその拠点を脅かして状況の打破には至らない。そのため28日、本宮を奪還すべく、郡山から仙台藩兵を中心とする旧幕府軍が出陣する。この時、旧幕府軍は、総司令官の坂英力ではなく、浅川で指揮を取った、塩森和悦が指揮を取った。 塩森は新政府軍の占拠する本宮は東を、阿武熊側に接していたため、残る北、西、南の三方向からの包囲を起とした。しかし、総司令官が郡山に残るために動員できる、兵力は総兵力の一部であり、北と西の部隊に兵力を割くことができなかった。そのため、包囲を果たすことはできず、帰って新政府軍に、っこ撃破されていった。旧幕府軍は、 各戦線で抵抗したが、やがてここに撤退して、戦闘は終結する。この戦闘により、新政府軍の死傷者は26名、旧幕府軍は、仙台藩が51名、日本松藩で93名の死者を出した。本宮を抑えた、新政府軍は続いて、日本松城を攻め落とす方針を取る。この時、新政府軍の南の郡山には数を減らしたとはいえ、 仙台藩の兵力が駐屯していたため、日本末攻めが長引けば攻撃される恐れのある作戦だった。補定母親役戦士をまとめた大戦合衆はこれまで合理的な戦略を続けてきた新政府軍には珍しい作戦とその非合理性に考察を加え、その背景には積極策を好む薩摩藩兵が派閥の異なる板垣を手ぬるいと突き上げて攻勢に出させたものとみている。 新政府軍は本宮に、押藩大垣藩ら280名を置いて、郡山を警戒させるとともに、郡山の南にある森山藩に、柳川藩と大村藩の計440名を配置し、有事の先は白川城にある部隊と合同して敵を背後から攻める方針を取る。これは28日に仙台藩兵と交戦し、 旧隊以前の機動力を確認したために取られた装置だった。日本松城へ向かう部隊は2隊に分かれ、一つは、日本松城と阿武熊川を挟んで至近に位置する、オバマから出撃する長州藩3中隊、薩摩藩4中隊に、砲兵1隊、備前藩665名の編成であり、もう1隊は板垣自らが率いる本宮の主力部隊であり、オバマ隊は、東から、 板垣市体は南から日本松城を目指して7月29日午前6時に出陣した。実際には郡山の旧幕府軍は本宮の戦闘後の夜間に仙台半領へと撤退しており、日本松藩を救援できる戦力を有していなかった。日本松藩は軍師小川平介の指揮の下防戦の支度を始めていた。日本松城は 丘陵と阿武熊川という天然の地形を利用した山城で、高地に日本松の十二小隊が展開し、後方には仙台藩三小隊、合図藩五小隊が5めとして待機していた。だが、二方面から攻める新政府軍に対しては4トルの防衛線を守らねばならず、日本松藩には根本的に兵力が不足していた。そのため、 老年の予備兵に加えて少年からなる日本松少年隊までもが動員された。さらに小川は不利を補うべく、自ら一小隊と共に、本陣から南に離れた位置にある絶旬で知られる天子平に突出する形で陣地を形成し、本宮からの板垣死体への妨害を図った。日本松の戦いに先立つ28日。 病を患いながらも城に泊まろうとする藩主彫刻を無理に籠に乗せて、日本松の北15キロメートルにある水原に撤去させる。日本松城には軍事総督として、過労の布告が残った。29日、本宮を出た板垣市隊は一路日本松城へ向かっていたが、天子平に差し掛かると、小川の一小隊から一斉に射撃を受けて行軍が停止した。 すぐに先陣を行く、薩摩藩十一番隊がこれに反撃しようと、天子平に向かうが、切り立った地形を下した小川を崩すことができずにいた。代わって砲隊に任せようとするも、薩摩藩に隋行して近づきすぎたために射角が大きくなりすぎて砲撃が叶なわない。使用できない三方に変えて威力が劣るものの、使用可能な百三十ミリの軽急砲を使うしかない場面だったが、射撃の中で、 その作業は容易に進まなかった。後続の薩摩藩12番隊は先行する11番隊の苦境を見て援護を開始し、佐戸原藩、土佐藩、彦根藩もそれぞれ天子平の方位に動く。法隊は支援を受けてようやく砲撃の体制が整い、板垣主体は天子平の小川の部隊に総攻撃を仕掛けた。天子平は交戦の末に陥落し、小川も戦死する。 これにより、板垣死体は、日本松城の目前の大団陣地へ砲撃が届く。距離に移動し、激戦の末に大団陣地を攻略してついに、日本松城に到達する。しかし、板垣死体が、天子平に手間取っているうちに、東から攻め込んだ、小浜死体がいち早く、日本松城に突入し、町の随所からは、火の手が上がっていた。小浜死体は、 阿武隈川を越える必要があったが、日本松までわずか12キロメートルの距離にあり、薩摩藩一番隊を先頭にしていたがき死体よりも1時間、早い29日午前5時に出発した。それにもかかわらず農務の中で船舶を確保するのに、手間取り、船を確保できた後も、敵前とかを強いられることになった。しかし、日本松城に東を守る守備隊は、老年の予備兵であり、 彼らの武装は、ほとんどが鎧兜に、槍と一体で立ちで、下器はわずかに足軽が、火縄銃を持つ程度だった。そのため、新政府軍のとかを妨げる手段はなく、かえって砲撃が加えられると、足軽隊は動揺して、城に逃げ込んでしまった。残された、老年兵も浮き足立ち、城に戻る者や、新政府軍に切り込んでは射殺される者が、相次いだ。 オバマ主体はほとんど抵抗を受けないまま市街戦へと突入する。大団をはじめとする場外の陣地をほぼ攻略され、日本松藩の指揮官らは、日本松城に撤退して、最後の抵抗に移ろうとしていた。長国を米沢藩に脱出させた際に、仙台藩の護衛がついたが、それはそのまま同盟に対する人質となって、日本松藩は降伏を選ぶことができなかった。 日本松藩の望みは、藍津藩と仙台藩の援軍だが、両藩とも大軍を避ける状態ではなく、派遣された援軍も日本松城にたどり着く前に、要所に置かれた新政府軍によって、藩界の被害を受けて撤退してしまっていた。また、木内の仙台藩兵、藍津藩兵も城を脱出し、後には逃げ場所のない日本松藩兵のみが残された。29日の正午、 日本松に籠もる重臣らは抵抗をついに断念する。城に自ら火を放つと、過労の復刻以下7名は次々と自陣して、城と運命を共にした。この時、木内と城外が新政府軍によって隔てられ、城外にあった日本松少年隊に指示を送ることができなかったことが、さらなる悲劇をもたらす。激戦の最中に、日本松少年隊の隊長と副隊長が、 相次いで戦死し、指揮できる者がいない中、日本末少年隊40名は最前線に放置される事態に陥っていた。彼らは戦場をさまようう,うちに一人ずつ離れ離れになり、ついに新政府軍との戦闘に巻き込まれて一人一人命を落としていく。その中には13歳になる少年兵と遭遇した土佐藩兵が幼さに驚愕して、 池取りにしようとするも、抵抗されたために射殺するしかなかったケースもあった。この落城により、二本松藩は、過労以下18名の上級職すべてが戦死した。二本松藩の死者は218名に及び、その中には13歳から17歳までの少年兵18名も、含まれている。会津藩は39名。 仙台藩は19名の死者を出し、対する新政府軍は17名の死者に止まったが、日本松藩の激しい抵抗により多くの戦勝者が発生し、その戦いぶりは当時一部隊の隊長だったのつみちつらによって、母親戦争中第一の激戦と称された。日本松城には明治新政府軍が入り、新政府軍は合図。 仙台を戦略目標とした東北戦争において大きな前進を遂げた。北の福島藩に向かえば中村へ進出した平方方面軍と合同して仙台藩を直接攻撃可能であるし西に向かえば合図藩の領地へついに足を踏み入れることができる。その二つの選択肢のどちらかを選ぶか板垣大介と大村増次郎の闘技の末に合図攻めが決定し ボナリ峠の戦いの戦いへつながっていった。母親戦争終結後、日本松藩は海域の対象となって、多くの人材、資産を失った上に、10万国から5万国へ領地が減少した。しかし、長国は自ら隠居することで、向こう用紙の庭長広を後継とし、家の存続には成功した。藩赤奉還後は長広が、日本松藩知事となり、廃藩知見により、 日本松県となるまでその任に当たった。日本松の戦いの影響として、三春藩の裏切りから派生した悪感情が、合図と長州、秋田と仙台の対立同様に、地域社会に残される形となった。しかし、時代が下るにつれて、対立感情は、和らいでおり、現在では、当時の歌にその名残が残る程度とされている。母親戦争、ありがとうございます。